今取材班来ました。はい、今何やってますの？会議中です。台湾会議、はいはい、はい、まとまりましたか？はい、どうですか？これ今 YouTube に全然流しますけど、はい。でどうなんですか今状況は？ね、ちょっと緊張的で忘れてる。じゃあ番号だから。もうまとまらん世界のお話をこうわーっと今やってます。これが全世界で言われるまとまらん世界の話をガーガーやってます。2万円。もう絶対無理ですって言ったらそれで考えたら、そしたらいいじゃん。無理やったら私はもうツアーあるよ。こういう状況ですね。これのツアー、これがまとまらん会議の典型的な例です。はい、取材は終わります。はい、ありがとうございました。もともとみんな振り切ってないから。もう片方おったら飛び込まれへんかったら。ええやから、それはやめときな。でもまあ、ちゃうよ。稽古ね、稽古。稽古が始まり。稽古さんの代わりになっただけで、アボちゃん。アボちゃん、稽古さんの代わりにならない。稽古じゃないと代わりはあんまり。ほんならいいや、もうほんなら富田先行く。はい、富田先、はい。もう喋りたいんか、結構探してるかどっちやのな。はい、あ、いいですか、すまん、はい、どう。熊本からの関西帰る予定はですね、ちょっと予定えらい狂いまして北の北日本の方まで行ってしまいました。年に1回楽しみさせていただいてます。今日は夕方、6時の飛行機でまた新潟帰らなあかんんですけど、あと限られた時間ですけど十分楽しませていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあその新潟の酒で乾杯。お湯出ますね。とりあえず乾杯。はい、乾杯。はい、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 どうぞ。乾杯。健子さん、そばにおってほしいんやって。え、そばに。喋るの。そうそう。で、被災者ちょっと挨拶。健子がおらんと喋れないのか。あの、それでは今日は皆様ありがとうございます。クールパーティーがなんとかできたで、ありがたいことです。実はね、排水口が、ね、潰れましたね。今日はバルブが、ね、プールをね、もうやめとこうかって言ってた。そこがね、なんと奇跡的に治った。アブドさんが治ってて。そうなんだ。そうなんだ。近所の数字が来てね、1万5000払ったら何も用直せ。いや、それはもう、ええ加減。まあ、これは我々の力っていうことです。まあ、今日は皆さん楽しんでください。ありがとうございます。結構喋へんの？何も喋ることない。音も入ってる。ちょっとな、残しませんか。武器やら帽子か、武器だ。ちゃんと、これにリュック背負ったら、違う、知らんぞ。大事な時、ベースの看板だから。あ、そうか。なんか全部私、あれ好きやったらよく見てた。だって、僕はおにぎりが好きなんだよ。先生、新潟帰ると見た。はいはい。電車なん。今お酒飲んだらもう行きたいのめんどいと思ってる。新潟まで。新潟から。スープと味噌ですか。レモンスープ。あのカニ食べてるの手荒です。水にレモンが入ってる。さえちゃんスープ来た、スープ。これ5回ぐらい聞いた。僕はミディアムなのよ。あなたはあなた魚料理。魚でしょ。全然そうなの。俺はミディアムで。俺とちいちゃんがミディアムで言ったら、僕もミディアムなのよ。俺さ、店の大勢だし、笑う笑う。今度奥さんがスープ来たやつ、レモンスープ。手洗うやっちゃう。もったいない、飲んで。もう酒ないやんか。何もないと思う。おーに焼酎ある。焼酎とあの酒あるやん、新潟の。あ、
さっき冷やしたら氷水あるよ。ビールない。ビールあるやん。あれしとけるか、シュプレか。ビールないかも。ビールもなくて。ないのビール。ビールもないかも。それはビールの全部残りを全部飲む仲良し。ずっとさもずっと太いよ。いけないよ、みんな。そんな、加えられへんとか言われて。歯立てなあかんねん。加えて、加えて。じゃあ、買い出しに行けてた。歯立てと見て、痛いね。いいよ、肉あるよ。最低やん。下ネタ構成やん。めっちゃ買えます。もう一個。大崎はさ、怪しかったですか？怪しくないと思って。怪しくなかったらよかったな。クラブチキンに焼きそばつけといたのかな。焼きそば作った。ババババって。なんやろそれ。ビッグでどん中に入っとんかよ。すごいわ。なるこれ。なんですかこれ。すごいね。道具箱になっとんや。道具箱権利やて。大東君。身を捧ぐ。この子の優しい瞳の中にそこで音がかかるわけですね。よろメロアントこれ表紙外れましたね。これこれ見てなんだろう溢れてたそがれの夕焼けやな、綺麗な夕焼け。で、ここで行こう。ハンプの光で、ギターを奏に、一人酔うておる。この主の。いい感じやねこれね。なかなかこのプールサイドもこれでエンディングです。こうやって六甲クラブは家族と一緒に楽しく厳しくこれからも続っていきます。クラブチームのお手本になるように我々はやります。